福山雅治と総口秋田の地底人ラジオ。こんにちは人。ああこんにちは人。ねえ暑いっすね。暑いっすね。いや長崎行ってましたね福山さん。地元。長崎で、ね、帰ってましたね。はい。帰ってましたっていうか。長崎にお仕事で行ってたんですけど、スタジアムシティプロジェクトとい う巨大なスタジアムシティができるんですよ。あの、サッカー専用スタジアム、サッカー専用スタジアム、2万人収容のサッカー専用スタジアム、そこに併設されるホテル、でバスケットができるアリーナ、あそういうのもあるで複合商業施設に、オフィス、もう一つの街みたいな、長崎という町の中にまた新たな町があるみたいな。いやそういうのまさにあの地方の活性化とかにしてはやっぱ規模でけえなと思って、700億円を投じる予定だったんですけど、資材の高騰などにより800億に行くんじゃないかと。うわ、ジャパネットさんがやられています。ああの CM 見ましたもん、はい、あの、はい、あれなんかスタジアムもうできつつあるんですよね。いやあまだ更地です。あそうなんですか、はい、ここから急いでガッと作っていきます。24年に向けて、はい、はい、そこに福山さんがその長崎スタジアムシティというプロジェクトのクリエイティブプロデューサーですね、うんうん、じゃあ福山さんがあのここはこんな感じいいですねとかってなんか、いやいや設計とか施工設計もうちょっとトイレこの辺にちょっと作ってとか、そういうのは僕は一切関わりません。あ、そうですか。はい、まあまあ PR ですね。ああ PR、 観光大使じゃないけども皆さん長崎に遊びに来てね的なこうね、うん、それとまあ見え方とかこういうふうに、盛り上げていきましょうとか見せていきましょうとか、あとはこの指止まれみたいな感じのこう号令をかける、みんな一緒にやりましょう、やりましょう、盛り上げていきましょうっていうね、うんうん、あれいつ行ってたんですか。はい、ライブ埼玉が終わって埼玉が木、はいはい、土日とあったその次の週の日曜日です。あそうですか、私あの最終日行かせていただいて、ああそうです、ね、もうあの時はだからもうそのスタジアムシティプロジェクトの、発表会のことでもう直前まで、ライブの直前までわたわたやって打ち合わせやって、ライブ終わった直後もで、あのこのスタジアムシティなんですけど、いやいやいや長いツアーがもう終わって満足感、まあちょっとフロンでも入ってみた、いやいやかぶるかぶる大変だ、もうのりしろかぶりまくりよ誰ですかこんなのりしろかぶらせたのっていうぐらいの、いやもうかぶってますね、大変でした、ね、その裏でずっとこの数ヶ月間ずっとスタジアムシティプロジェクトの CM 制作や、音楽監修や、まあやっぱり光っていう楽曲がずっとあのライブで育っていってたんで、これがやっぱりスタジアムシティプロジェクトのテーマソングにいいんじゃないかなっていうことで、そこに音のミックスとかもやったりとか、あそうなんですね、はい、あれはね、はいはい、それに向けてちょっとこういろいろ微調整したりとか、そうですそうです、その作業をずっとこの数ヶ月裏で走らせていたという状態です。えこの間この地底人ラジオをあの日本一高級なスタジオでちょっと間借りして撮らせてもらったじゃないですか。 あの時やってた作業ですよ。あれですか。そうですそうですそうです。だからなんか教えてくれなかったんですけど、ほらなんかあの家とかこのアトリエではできない作業のレベルだからみたいなことをおっしゃってた。そうですね。何やってんだろうな。もう最終の編集作業でしたね。音編と絵の編集と。あそこを使ってやってたっていう。はい、へえ。今回取り組みとして何が今までと違うかというと、ただの出演者ではなくって、はい、その出演する CM を自分がディレクションして。クリエイティブを、まあ、全て任せていただくという、まあ、それはまあ光栄というかあれですけど、より作業的には超大変な感じになってきますね、これね。ハイカロリーですね。そうですね、はい、だってしかも長いツアー終わってすぐにあの光っていう、まあ、同じツアーかと思いきや内容が全然違うやつをまたやってるわけですから。そうですね、プロミス・フォー・ザ・フューチャーからまた光という違うツアーの内容になり、かつそのスタジアムシティプロジェクトが動いていて、かつ、ウォーターサービス、富士山の天然水の CM も富士山の方に撮影しに是枝監督と一緒に行ってたっていう。是枝監督がベイビーブローカーでね、そうですね、まあ、帰ってきてそうかな。帰ってきて、その後、初の映像作品は、うん、あ、福山さんと CM 撮ってたんだと思って。そう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 。富士山で
富士山ぐるーっと回って。しかもニュースで見たらなんかあの綺麗にこの 雨粒とかも撮るためにもう何度も何度も撮っていたって書いてあるから、すげえ結構やっぱりこだわって大変だったんだろうな、撮影と思って。そうですね。まあ、やっぱりこだわりというか、まあいい作品にするために。納得いく作品にするために。納得いく作品にするため。あと、是枝監督、その現場で思いついて、この絵撮りましょう、あの絵撮りましょうっていうので、コンテ以外の絵も撮るので、まあその後、そうですね、体調をちょっと、ね、当然悪くなり。いや、まあ、しょうがないのかな、それはな。ちょっと疲労がね。そうですか。うん。疲労ガーデンプレイスになりましたね。いや。まあ、疲労ガーデンプレイスはいい雰囲気ですけど、いいこっちはあんまり雰囲気になってないね、そうですね体がね。疲労ガーデンじゃないな。どっちかっていうと日赤疲労だな、これ。そっちの方に、ちょっと調べた方がみたいな感じ、大丈夫ですか、それっていう。ちょっとやっぱり、疲れ出ちゃいましたね。そうですか。そんないろんな知らないことがいろいろ重なって、お疲れさーんって感じじゃなかったわけじゃね、もう。そうですね。打ち上げみたいな。ドドドッと次のプロジェクトがもう、始まっていて、重なっていて、で、ここでもう今もう3回ですよ、今。おー、そうだ。そう。3 days ですよ。内容が違うやつ、結構。まあ3日内容変えるというよりは、はい、もうこの流れで話しちゃった方がいいんじゃないの ?DSP。あ、なんすか、急に DSP さん。なんすか、私も知らないですよ。3日で何やるか。え、私も知らないんですよ、全然。言っていいっすか。いや、私も手伝うんじゃないかって言われてるんで、すごい気になりますけど、私、未だに何も知らないんですよ。スケジュールは抑えてますよ、もう。いや、抑えてあったんですけど、何やるかも誰も教えてくんないし、どうなってんだろうな、あれ、と思って。まあでも忙しいんだろうしな。大丈夫ですよ。何やるか。はい、今回の3回は、はい、カバーソングをやります。あ、そうなんですか。はい。また大変じゃないですか、そんなことやったら。自分の持ち歌歌えばいいのに、歌い慣れてるやつ。いつものあのマシャのヒットソング、ヒットメドレーを聞いてみたいみたいな。いや、もうそれはもうファンの方っつったって、だって25年間ファンを続けてらっしゃる方、いわゆるまあ福山雅治の小塚ですよ。小塚。まあ小塚って言い方、まあそうですね。まあ福山マニアというね、そうもう。聞いたことないの聞きたいでしょ。いやー、コギ持ってきて、ダンダンダランツダーンってやったらもうキャーってなるんじゃないですか。ダンダン。いやもうなんかもう聞いたなー、もうそれ今もう。そんな、いやお腹いっぱい。いや。違うのやってよって。いや、まあ、もうね。だからもう違うのやってよっていう気持ちになってるだろうなというふうに僕勝手に思って。ね、大変だ。8ヶ月に及ぶツアーやった後だから、はい、もうなんか違うの聞きたい。だろうな、もう飽き飽きしてるだろうな、僕にと思って。いや飽きてたら大会してるってね。いやしてないわけですだから、僕が、今回、僕が歌いたいカバーソング集。まあ、前に魂のラジオの時、たまりくありますよね。あれはリクエストじゃないですか。アルバムになってますよね、あれね、はい。皆さんからのリクエストですけど、今回は俺が俺にリクエストする、俺リク。今歌ってみたい、俺のリクエストソング。それ今まで皆さんの耳に届いてない感じの曲なんかも歌うって歌ったことないですか。なるべくそういうものを選ぶ。あ、まあ、そうなんですか。まあ、大変だな、それ。だからそれの練習も人知れず夜な夜なやってたりとかするんですよね。はあ、そうか、もうみんなスタッフも帰った後に一人でこのスタジオの中でこう。人知れずね、こう。あと、もう晩酌しながらこう。それまたいいよ、まあ、ご陽気な感じでちょっとこう、あ、いいね、この曲楽しそうだな。あ、こうかって言ってるうちにこう寝落ちしてるみたいな。ギターを抱いたまま。ギター抱いたまま寝落ちしてる。うわ、至福の時ですね、それ。まあ、そういう意味じゃね。まあ、久々にカバー、ね、ラジオでずっとたまりくとか、俺のスタジアライブリクエストというふうにやってましたけど、俺が俺にリクエストするリクエストカバーっていうのをやってみたいなと思い立ちまして。はい。新旧問わずやります。新しいアーティストの曲もやります。おー、興味がありますね。うん、まあでもそれはまあその当日まで楽しみですけど。そうですね。で、実際に、まあ昔から知ってる曲ももちろんやります。おー。で、実際に今の気分で歌ってみて、自分が歌ってみてやっぱエモくなれる曲を選んでるんですよ。歌ってて、まあ楽しいというか、まあ。いくら名曲って言われてる曲でも、歌ってみると、あ、これはでもなんか自分はエモくはならないんだな、この曲はっていうのってやっぱりあって。へぇ、なんか自分がこうグッとくる、うん、曲を選ばせてもらってますね。今その福山さんが歌いたい曲っていう。そうですね。ほう。
俺と俺以外と。いや、まあまあまあ、いやいやいや、まあまあ、そりゃそうでしょうけども、まあ急に、なんで急にローランドさん来たのか分かんないですけど。俺の曲も少しはやるつもりでいるけど。ああ、そうです。いや、でもまあ、ほぼやらないと思っててもらっていいです。あら、まあでもちょっとはやるとまたそれはそれで嬉しいかな、みたいなね。飽きてんじゃない？いやいや。まあこれがね、こう、カラオケとかでね、こうやれるんだったらもうちょっと楽なんですけど、やっぱりこう生演奏でね、弾き語りで やろうとしてるので、まあ練習がいりますよね。まあ、カラオケでも別にファンの方はそれはそれで別に嬉しいと思うんですけどね。本当ですか？いや、なんか。はい、ダメですか。じゃあみんながいいんだったら。いや、まあ、まあ、全部カラオケっていうのもどうかと思いますけど、全からね。全からは、なんかそう、リサイタル感がすごいんで、まあ、なんか あとなんか、先々の作品とかに落とし込む場合、ちょっと落とし込みにくい。ああ。いや、カラオケを否定してるわけじゃないんだけど、そうじゃないんだけど、はいはい、やっぱり、密会っていうイベントだけど、やっぱりライブだから、根底に流れてるものは。そうでした、そうでした。やっぱり作品性の高いものは追求したいので。ああ、じゃあまたちょっとね、アコギとはいえ、なんかいろいろアレンジもいろいろ考えてみたりとかしながら。そうですね。そら大変ですね。休めない。まあ、そんなこともやっている感じで。で、長崎行ってきました。ね、で、長崎行ったら、まあ、長崎新聞が売り切れてたり、いや、だからあれ買いたいと思って、あ、買えなかったとか見つぶれてました。わ、しまった、もう売り切れてた。問い合わせたらなかったとかって。長崎新聞が売り切れるってちょっと。すごい。だから長崎新聞さんがもうちょっと作っとけよかったのにっつね。まあ確かに僕も長崎新聞、手にできてないですからね。そうなんですか？はい。本人が。はい。すいません、ないですって言われ。まあ、皆さんが持っててくれた。いや、まあまあそうですよね、うん、まあ。それなんかちょっとこうね、それでこう、包み紙とかにして、こう引っ越しの時に、こう、お茶碗とかこう、ね、そうですね、に使われると寂しいけど。ああ、ましゃね。はいはい。はいはい。ガサ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 、ね、はいはい。もうなんかあんまりもう飽きたから。はい。いやいや、飽きられたいんですか？違います。違います。危機感ですよ。あ、そうですか。危機感。すごい。これだけいろんなことあるけど、危機感だけは常に持ち続けてる男。危機感で生きてるから。安心したことなんかもう、一日も一分たりともないよ。いや、だからそれはそれでまた、ね。行きづらい。ですよね。行きづらい。今ぐらいゆっくりツアーも終えたんだからちょっと休めいいのに。まあでもほら、3日ずっとできなくて、溜まっちゃってたんだよ。コロナ禍でね。そうです。だから一気に3 days。そう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 。まあそれが終わったかと思うと、今度は9月16日の映画沈黙のパレードガリレオの PR に入っていくわけですよ。大変。それが終わったと思ったら、今度もう年末大感謝祭に入っていくわけです。ああ、だってあれもう来年のあげましておめでとうまでやるわけですから。そうですね。うわ、もう2023年明けちゃったな、もう。意外とあるね。どっかで休めるのかっていうね、ことですけど、ないです。もう日々休み休みやんないとダメですね。だからその休みをちょっとずつこう増やしながら、日々の。体調に気をつけながら。そうそうそう。暑いですからね。まあいろいろあります。だからまあメールも読んだりとか、いろんな情報とかいろんなあったことやったことのリアクションなんかも、受けながらの放送になるかと思います。はい、では今夜も行ってみましょう。福山雅治と、そうちゃくさの、指定人ラジオ。君待ちリクエストのコーナーです。川口市の浜桃ピーチさんからですね、聞いてる放送局は渋谷ラジオ、渋谷ラジオで聞いてるあなた、浜桃ピーチさん、こんちてじん、私の職場の社長はいわゆるとてもイケメンです。私よりは年下ですし、奥様も知っていますので、いわゆる恋心とかではなく、ただ本当にイケメンなんです。社長が公演などで呼ばれて舞台に出てきたりすると、イケメン来た、あれ、イケメン社長来た、イケメンイケシャイケシャイケシャイケチョなど、取引先の方にも社長さんイケメンですねと言われることもしばしば。社長が朝礼などで話すとき、顔を見て綺麗な顔してるなぁと思いながら聞いているのですが、イケメンですねと言われてもあえて否定せず、さらりと受け流すので嫌味すらありません。マシャは通学バスを傾けさせてしまうほどのみんなが羨むイケメンですが、そういう嫌味のないイケメンって自分をどう思ってるのかとても見当がつきません。世でイケメンと言われてる方が自分でもイケメンと思ってるのか教えてほしいです。リクエストはポップスターです。
あ、これはね、浜本ちゃん、ズバリ言ってもいい？お願いします。イケメンと思ってるイケメンか、思ってないイケメンか、その二つですね。やっぱそれって、旗から見ても分かるんですかね？分かります。あ、分かりますか？分かります。分かりますか？うん。自分のことイケメンだなと思った自意識を持って、立ち振る舞ってる人っていうのは、まあ、本当に鼻につきますよね。僕はどっちかっていうと、まあ、仕方なく引き受けてる感じ？よいショットっていう、ね、皆さんから期待をよいショット。みんなが言うから、そうですよね、まあまあ、もう、甘んじて、はばかりながら、引き受けさせていただいてますって、お役目として。役割をね、よいしょって。でももう、年が年なので、まあまあまあね。まあ、イケメンっつっても、まあ、イケメン界のヒクソングレイシー？いやいや、それ400戦無敗の、まさにレジェンド。レジェンドイケメン。イケメン界のジャンボ、鶴田？いやいや、誰が一番、一番強いか論争で、一番強いっていうね。言われていたと。だからまあ、リアルタイムイケメンではないので。あ、いやいや、まあ、まさにね、まさに若い力ですよ、うん。あとその、イケメンがイケメンと思ってるかどうかっていう自意識とはまたちょっと違う質問というか声掛けで、モテるでしょっていうのがあるんですよ。やっぱ今でも数限りながらありました。福山さん、モテますよねーっていう。モテますよねとか、モテたでしょとか、もう今もすごいモテるでしょ、とかね、うん、もうどんだけモテてんですか、今まで。あ、そう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 。でも言う時のこっち側の気持ちとして、さあ、どう答えてくるっていう、それに対して、はいはいはい。そう、どう答えるかによっては、お前のことをどう思うか。この難問どう答えるっていうね、はいはい、モテてますよねに対して、はいはい、はいっつっても、あれってなるし、はい、モテてない嘘つけってなるわけですから、はい、どう答えるか。いや、僕はちょっと聞いてみてください。いや、福山さん、でも、まあ、正直、まあ、モテてますよね。はい。そっけないところが逆になんかこう。はい、モテてましたし、モテてるし、まあ、モテたことがないことがないから、モテるかモテないかがわからない。あ、常にもう人生みっちりモテてるから、もうなんか。だからその空気があるところでしか生きてないから、宇宙空間がわからないみたいな。あ、だから普段して、あ、そういえば空気って、ああ、そうか、あんの？まあ海の中とかね、潜ったりすると、ちょっとわかるけど、苦しいなっていうのはわかるけど、普段はなんかわからない。常にモテ成分が充満してるから。息を吸うようにモテてるんで。あ、もうキーっていうこう。冗談よ。そう、わかります。あ、これ初めて聞いてる方、福山さん、これ、真剣に言ってると思ったらおかしな人になりますから、これ。冗談よ。嘘ですよ。よく言ってるんですよ、地底人ラジオでは。これはエンターテインメント。面白トークの一環ですよ、これ。そうそうそう。でしたな、今。ただ、モテてないわけはないよね。まあまあ、いえ、まあまあ、まあそうでしょうけど。でもこれは、もはや僕の年齢になると、対女性から、キャーとかっていうだけじゃない、違うモテ？こう、例えばおじさま方からも。あ、それだからいい年の取り方してるよね、福山さんね。福山さん、龍馬伝見てた。よかった、ほら。例えば矢沢さんがさ、ね、おっしゃってくれたように。いや、福山さんね、僕ね、福山さんとずっと話したかったんだよね、龍馬伝見て。龍馬伝見てて気づいたんだよ、福山さん。僕ね、龍馬じゃなく、福山さん好きになっちゃってたんだよね、もうワンフみたいな。2022年に急に来るっていうね、これがね。だモテという言葉の持つ意味合いがもっと拡大されてしまうんですよ。いわゆる異性をとかじゃない、もっともっと広い、なんか人間としてみたいになってくるんですかね。そうですね、イケメン道のその向こう、その向こう側、その遠くに見える自分、うわ、イケメンの向こう側のイケメン、どういうイメージを持って生きてるのか。ごめん、うるさいわ、もう冗談だよ。言いたくなります。うるさいわって言って。冗談だよ。嘘ですよ。ごめんなさい、これ。ただまあ、僕の場合は、ファッションイケメンというか、仕事として、こうなんか、イケメン役を渡されたら、それを仕事として、粛々とこなしていくという。引き受けないイケメンもいるんですよ。あ、なるほど。俺そんなんじゃないから。あ、そういうイケメンもいます。はぁ、いろんなあるんだな。知らない世界。うん。何でしたっけ、動物でも。カとモクとあるじゃないですか。似てるように見えるけども、全然かと思う違ってるぞ、これっていう。ヤシガニっていうのは実はヤドカリだって知ってた。そうなんですか。うん、あれカニじゃないですよ。カニって名前ついてる、カニっぽいんです。あ、ヤドカリなんです。すごいカニ。まあ確かに、まあそう言われればそうかもしれません。そういうイケメンっているんですよ
ヤドカリイケメンってことですか、なんかヤシガニイケメンか、実はヤドカリっていう、あ、そうか、あの、カニじゃないじゃんっていう、そうそうそう、あ、ヤシガニイケメン、そうそうそう、そういう、その実はそうだったみたいな、見分けがつかない、うん、ちょっと話複雑になってきたので、そうですね、はい、思ってる人と思ってない人といますということです。わかりました、はい、いや、みたいな、ざっくりす、まあまあ、ではリクエスト、アルバムアキラオンラインライブバージョンからいきましょうか。ポップスター東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国22局ネットでお届けしております、地底人ラジオ。各コーナーはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか、地底人アットマークしぶらじ .com まで、どの放送局でお聞きになっているかもぜひぜひ書いてください。メールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼント。また放送中はぜひハッシュタグ地底人ラジオでのツイートも大歓迎です。我々見てますからね、後日収録で紹介させていただく場合もございます。あの、最近福山さんが気になっているというこんな記事をここでご紹介させてください。はい、今年5月30日イラクのクルディスタン地方で、うん、およそ3400年前の古代都市が確認されたと、うん、ね、まあ、それの現地の研究者が発表しました、うん、ね、その出現した古代都市というのは、まあ、青銅器時代の建造物と、うん、あのチグリス川って、あのチグリスユーフラテス川って、ね、あの人類の文明が生まれてきた地、ね、文明発祥の地と言われている、ね、まあ、その川沿いの、モスルダムっていう、ね、まあ、ダムの底に眠っていたという、2020年から続いている極度の干ばつでどんどん水位が下がってきたら、青銅器時代の古代都市が現れてきたというのがもう映画みたいですけども、すごいよね、現れたのは紀元前1550年から1350年頃に栄えたと言われているミタンニ王国の主要都市ザキクと推測されている。ミタニさんの国みたいな、ね、ミタンニ王国のザキクっていう、で当時ね、メモ帳として使われていたくさび型文字が書かれた粘土板、昔は、ね、あの紙とかなくて大きな、ね、あの粘土板みたいなのこうやって彫ってましたからね、マークだねこれ、ね、粘土板が100枚も入った昔のメモ帳、超重いですよね、100枚入った陶器壺みたいなのも見つかっていると。読めんのかなこれ。くさび型文字はもう解明されてるんで。解明されてんだ、はいはい、あの昔のそういう、ね、ハムラビ法典みたいなやつとかね、読めるんだ。目には目を、歯には歯を。でも意外とこういうのって大したことないこと書かれてたりするんですよね。なんかイケメンか、イケメンじゃないかイケメンでも分かってるイケメンと、まあ、自分のこと分かってないイケメンが重要な、大したことないこと、重要な文献ですよこれ。1500年前の、ね、1500年前の紀元前、はい、まあ、でも古代文明といえば謎とロマンにあふれたミステリー、うん、我々には強い味方がいると。いらっしゃいますよ、久々に地底人ラジオ準レギュラーであります月刊ムー三上編集長にこのニュースに関する見解を DSP さんが伺ってまいりました。お聞きください。嬉しい嬉しい。月刊ムー三上編集長です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの古代文明、はい、どう思われますか。まずあのこれメソポタミア地方のミタンニっていう王国なんですね。あんまりこう有名ではないというか知られてないと思うんですけども、ここ出身で実は古代エジプトにですね嫁いだ人いるんですね、有名な方、これがネフェルティティ。これ一体誰だと思われるかもしれませんけども、かの有名なツタンカーメンのお母さんなんです。で、まあツタンカーメンにもいろいろですね伝説というか都市伝説めいたものがあって、ツタンカーメンの頭ってちょっとね後ろのこう長いんですよ、うん、頭蓋骨がこう長い、うん、で結構エジプトに限らず長い頭を持った人骨頭骨って結構世界中から出てくるんですね。でなんで長くしたのかっていう理由、うん、これひょっとしたら神様、まあ中でもいわゆる天空神、ぶっちゃけて、話すと宇宙人の姿に似せたんじゃないのという説もあるんですね、うん、メソポタミア文明っていうのはこうルーツを遡るとシュメール文明っていうのが行き着くんですね、うんうん、でこのシュメール文明ってとにかく不思議なんですね。
なぜかというと、最初から全てが揃ってる。いわゆる建築技術のみならず、数学とか法律だとか、まあ、今日のいわゆる文明に必要なものは全部、いきなりワンセットでポン、今日なんか暑いな、と現れる。ねえ。それが今、本当にこう、謎と言われている。へえ。ひょっとして、他の文明から知識を授けられたんじゃないのか。っていうのは、これ根強く、急に来ましたよ、急に。囁かれていて。宇宙かな、特に、まあ、無敵な世界では、それこそ宇宙人から、いろんな知識や技術を学んだ。つなげるのではないか。実際その、シュメール神話っていうのを分析していくと、まあ、天空の神々って出てくるんですね。うん、天空の神々が地上に降りて、うん、他の惑星からやってきた、まあ、宇宙人のような神々が地球上に行った猿を遺伝子操作して、現代のホモサピエンスを作ったんじゃないのか、と、実際そう主張する、研究家もいるんですね。うん、そういう意味で、この人類の文明の発祥っていうのは、ひょっとしたら、ホモサピエンスっていうこの人間の体も含めて、エイリアン、異星人が関与している可能性がある。ああ、なるほど。まあそういう意味で今回、そのメソポタミア文明の謎の遺跡がこう、発見ですよね、されたっていうことは非常に興味深いなっていうふうに思ってます。なるほど。いやこれなんか単にこう世界史の授業的なこうの話から始まり、最後は天空へと飛び立っていくっていう、このやっぱり自分の作ってる雑誌のところへのこう引き込み方っていうのも天才的ですよね、三上さんね。そうですよね。いや今だから地球の歩き方のムーバージョンが超売れてるっていうね。あ、そう、そうなの、そんなのあの異世界の歩き方っていう、地球の歩き方のまあ、アナザーバージョン。ああ、そういう意味ね。え、やっぱほら今世界旅行できない時代ですけど、ちょっとムーバージョンを出したらそれがすごい売れたんですよ。なんかさすがだな、ビジネスマンとしても手腕を発揮されている、でもやっぱり三上編集長のお話はいつも素晴らしいですよね。ちゃんと、世界史とかそういった、世界遺産的なこういう文明、過去の文明の情報が入った上で、そこから宇宙人と繋げていきますからね。いや、しかも滑らかに繋がるんで、一瞬どこからが三上編集長の独自の見解か分かりづらいんですよ。あれっていう。スムースなんですよ。いつの間にか宇宙に行っちゃってるっていう。さすがだな。ありがとうございます。まあ、ちなみに三上編集長によりますと、古代文明界においては、今、衛星からのね、そういう技術の進化で、一般の方が、Google Earth なんかを使ってナスカの地上への新しいやつとかをどんどん発見してるっていう。ここにありますよ。だってあれまだ結構発見されてないんですよ、広すぎて。ねえ、この間もなんか新しいの1個発見されましたよね。新しいの1個見つかってたね、なんかね。まあ、結構一般の方も探せる時代になってきてるんですよと。なんだっけあれって、こう水というか塩というか、なんかこう乾燥していくのをこう、そういう自然現象を利用して作ってるって言われてるんじゃん。あれなんかでもこういったなんかほうきみたいな こう吐くと、なんかそこを吐いたところが白くなったりする、それでなんかそういう感じでこう上についてる表層の部分をどけて絵を描いたりしてるんですよね。まあなんかすごいよね、やっぱ人間っていうのは、ね、いろんなことやってきたんだね。でもそれが人間だけの視点じゃないんじゃないかみたいなところですよね。だってナスカの地上絵もね、下から見たらわけわかんないよ、なんでそんな遠くから見ないとわかんないのばっかり描いてんだろうみたいな、ね、そうそうそう、というこう空からの目線、鳥の目線というか、はい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 、まさに宇宙からのこれは目印だったんじゃないかとかっていう話、やっぱ宇宙にまたこうバチーンとつながってる話もまたありますから、はい、じゃあまずはちょっと一曲挟みましょうよ、はい。さあ今ね、絶賛動画ご覧になってくださってる方もいることでしょう。クスノキプロジェクトのね、はい、プロデュースでピースブックリレー、ね、そちらのサウンドでも使われているアンモナイトの夢。さあ変わっては、はいはいはい、こちらです。今回ね、久々にご登場願いました三上編集長ですけれども、福島県飯野市の、国際未確認飛行物体研究所、通称 UFO 研究所で初代所長も務められている、まあ、それ一回ニュースでこれ、ね、地底人ラジオで取り上げましたけども、先日なんと UFO 目撃情報の
調査分析結果を初めて公表したと。いいじゃない、なんかちょっと NASA っぽくってね、この UFO 研究所に国内外からもう457もの、UFO を見たっていうね、そういうのが寄せられたらしいんですけども、そのうち147件を独自の評価判定基準で分析、極めて UFO の可能性が高いというものが4つあったって。どれどれ、写真ね載ってますけど、この写真見た、なんかいわゆる典型的なね、UFO といえばみたいなね、形をしてます。ちょっと三上編集長に聞いてみましょう。ねえ。ね。いや、お願いします、三上編集長。まず、UFO 研究所が発表した、極めて UFO の可能性が高いという情報なんですが、こちら、どういった点が決め手になったんでしょうか？そうですね。まずですね、大体、この UFO が写っているという写真の、7割、8割はですね、夜なんですよ。光が写っていると。空に。で、それが UFO じゃないのか、というケースが、ほとんどですね。で、そういった場合にはですね、レンズのゴースト、レンズの中で光が屈折して存在しないんだけれども、画像としてこう見えるという、レンズゴーストっていう現象があるんですね。で、それっていうのは、すごく簡単な方法で、特定できるんですよ。写真の中心点を求めて、その、UFO らしき物体をこう結ぶと、その延長上に強い光の光源があると。で、これがあれば、もう、これはレンズゴーストですよ。レンズフレアですよっていうことで除外できると。で、これでもう半分以上、7割くらいもう除外できるんですけど。あと、その、誤認ですよね。鳥だとか、虫だとか。大体がね、映ってるのがちっちゃいんですよ。ちょっと判断できかねるものに関しては、今回除外してあります。で、あと飛行機ですね。飛行機の場合にはですね、警告灯って必ずつけるんですよ。で、これ点滅させるんですね。点滅させるのがこれ決まりです。決まりなので、この点滅とこの二つの色が確認できると、これは飛行機ですね。ということになると。こういうふうにこう、ある種その除外してって、最終的に残ったものが、画像2枚、動画、2本と。ただこれに関しても、まだまだ、UFO と断定するにはですね、別の分析にちょっと依頼してますので、そこで最終的になんか本当にわけのわからない飛行物体だっていう結論が出れば、改めて本誌で紹介しようかなというふうに思ってますね。実感としてはもう本当に100枚に1枚、2枚、そうかもっていう割合ですかね。なるほど。その中から、極めて UFO の可能性が高いというものが、4つあったと。気になるな。気になりますね。その4つ。判断した基準はね。はい。でもなんかふわっとした感じじゃなくて、こういうふうにこう、むしろそぎ落としていく、結論の付け方というか、情報の角度を高めていくっていう姿勢が、この UFO 研究所の信頼を高めていくと思うので、引き続きこの見解でね、やっていってほしいですよね、このやり方でね。はい。そしてこの UFO 研究所があります福島県飯野町の千貫森という場所が、とにかく日本の中でも一番 UFO の目撃情報が多い。これなぜなのかという、これも編集長に聞いてみました。はい。そうですね。これ行かれるとわかるんですけども、この千貫森っていうこの山なんですけども、綺麗なこう三角形してるんですね。非常に目立つ。なのでこう、ピラミッドじゃないかっていう人もいるんですけども、こういったその山っていうのは、大体山頂に祠があって、昔からですね、そのレーザーみたいな形で信仰されてる山なんですね。で、こういうところはね、やっぱり出るんですね。UFO が。あとその山という意味だと、最近多いのは火山。これ富士山も、かねてから UFO の出現が多いって言われてるんですけども、特に最近多いのはこう、メキシコのポポカテペトルって火山があるんですけども、ここにはですね、火口に UFO が入ってくるんですよ。で、ライブカメラでずっと撮影してて、で、これまで何度も UFO がキャッチされて、ニュース番組も、あれは飛行機じゃないのとかっていう人いるんですけども、これ活火山なんですよ。噴火してるんですよ。噴火してる山の上空って飛べないですからね、飛行機を。
なんでその UFO が出てきて中にズボッと入るのか。映像みたいな。ねえ。どうもなんかそういう山と関係がある。なるほど。ちょっと今お話を伺ってたんですけどね、弊社アミューズはですね、昨年から本社機能で山梨の西湖という場所のすぐ近くに、はい、オフィスを構えてるんですけど、まあ、富士山も近かったり、このあたり三上編集長何かご存知の情報があったりしますか？そうですね、ここはもう完全に富士山中心ですからね。いろんなこう文化的にも宗教的にも遺跡もたくさんあるし、これ富士山って何度こう噴火していて、実はその溶岩で結構町とか埋まってるんですよね。だからかつてはその富士山のふもとにはある種のその古代の王朝があって、大和王朝とは全く別な王朝があって、それが富士山の噴火で滅んだという伝説も実際あるんですね。で、さらにはまあ、不思議な動物っていうか、元栖湖の方ですけども、なんかこう、正体不明のネッシーみたいなね、そういう怪物がいるという噂もあったりだとか。まあ言ってみればその、いろんなこう、鉱物資源、水晶であったりとか金であったりとかたくさん出ますんで、ね。まあ、それこそ武田信玄のね、埋蔵金伝説もあるというか。うん、で、あともう一つ面白いのはね、これ甲府の方が中心ですけども、まん丸なこう、ボールのような石を、まあ、道祖神のような形で道端で祀ってんですよね。本当にでかいものになると1メートルぐらいのでっかいこう神宮、これ丸石神宮って言って、面白いのはこう、同じ中米のですね、コスタリカって国があるんですよ、うん。このコスタリカではですね、このジャングルからこのボール、石のボールがいっぱい出てくる。いっぱい。そういうこと直径1メートル、2メートルのまん丸の石が、うん、明らかに人工物なんですけども、なんでこんなものを作ってるのか全く理由わかんないですよ。まあそういう意味で謎の異物というか、オーパーツなんて言われ方もしますけど、そういう意味でその、山梨に、まん丸石の信仰があるという。まあ、一種のオーパーツといえば。オパンツオパンツで、もう一つ。さらに、地球外生命体といえば、ね、福山さん的に先日もう一つ気になる記事があった。そうそう。ね。土星の衛星、その中の一つにタイタンっていうね、はい、結構有名な衛星ありますよね。そこには水が存在し、生命が存在している可能性があると。そう。NASA の研究者が結論付けた科学的根拠。そう。で、これ生命っていうのの捉え方の違いだったりするんだけど。はいはい。普通我々が考える生命っていうのは、こう、水があって、そこに何らかのこう、バクテリアだとか、ウイルスとか、まあ何でもいいんだけど。で、そういったものが、水があることによって、自分の細胞をコピーして、生命体になっていくっていうのが生命っていうふうに思ってるんだけど、はいはいはい、この NASA の科学的根拠っていうのは、またちょっと違うんですよね。その炭素の中でも生きられる。はい、だから僕らが思ってる生命っていう生命とは違う。なんか動いて、生きて、子孫を残してみたいな、そういう、ただ、なんか違う生命体として生命がいる、存在するっていう、なんかそのような記事でした。ね、土星の衛星タイタンに水があって命が、まあ生命が存在してる可能性。そうそうそう。これについても、三上編集長に答えてくださってる。ありがとうございます。どうぞ。そうですね、このタイタンはね、いい星なんですよ。いや水があるっていうだけだったら、観光協会の人も、例えばその、木星の衛星エウロパとかね。ね。まあ土星の方でエンセラドスっていうのがありますけれども、うん、タイタンの場合は大気があるんですよ。で、うん、メタンがあるんですよ。はい、有機物、はい。なので、メタンを使った生物。メタンをエネルギー源とする、その、生物がいるって、かねてから言われてるんですね。うん、で、本当にちょうどいい具合にこう大気があって、で、実際に探査機を送り込んで、こう、送られてきた映像。これは本当に海岸線ですね。大陸があって、うん、海があって、川があって、うん、もうそれこそこう、ひょっとしたら地球のどっかのね、情景のように見えると、うん。なので、本当に生物が存在する可能性はもう、
もう火星よりも大きいと思うんですよ。で結構木星とか土星ってそれ自体がでかいじゃないですか。でかいんで衛星って言っても結構な大きさなんですよね、うん、地球の月もね結構な大きさですけど、だからエウロパと地球の月ってほぼ同じ大きさなんですよ、うん、だからそういう意味でこう、まあ、ひょっとしたら惑星になっててもおかしくない、ね、タイタンの前の、うん、今その NASA ではこうタイタンに居住できるんではないかという可能性も探っているようですが、そのあたりは。そうですね、やっぱりこうメタンがあるから、メタンがあるって非常に重要なんですよね。メタンがあるとこういろいろな合成できますから、まあアルコールもできますし、いわゆるそのエネルギー源として活用できる、うん、でまあある種の食料だってね、もう合成できるわけだから、うん、非常にこう可能性のある、やっぱり大気があるって重要なんですよね、大気と水。火星の場合には今水っていうのはもう地面の底か極地方にしかないんで、あれがもっとね川が流れててこう池とか海とかあれば非常にこう現実的ではあるけど、うん、そういう意味でこう実際にこう大気がある場所で、その大気をうまく使えるような場所となると、やっぱタイタンっていうのは非常にこう有望ですよね。でも実際本当にもうすでに生物がいる可能性も十分あると思うんですよ。そうですね、だからその僕らが思う生物っていうのとはちょっと違うかもしれないですね。そのメタンと水で生きられるものなので、まあ こういう生き物じゃないかもしれない。だから、ね、将来的にそれが我々はにならない。我々はね、でも三上編集長いいとこだって言ってたから、タイタンって。そうですね、あそこいいっすよっていう、まあ、我々はっていう、まあね、日本語喋ってるかっていう話を根本的に、ええ、あれはでも脳に語りかけてんだよ ね、 だからね。そうですね、分かる言語に勝手に変換してくれみたいな感じ。耳じゃないんだよね、直接脳に、信号を送ってるっていう。あなたの心に話しかけています。そうですよね、はい、うん、いやー、三上編集長の話はもういつ聞いても楽しいな。相変わらずキレキレでしたね今日もね。ずっと聞いちゃうね、またいい声だから、またなんかこう優しい語り口で、三上編集長はもう本当にもう古代文明の見識も深ければ科学的な根拠としてもお話しすることができるし、はい、それと不思議な現象をつなげることができる、うんうん、素晴らしい、うん、今日も三上編集長のトークに聞き惚れてしまいました。ありがとうございます。そんな月刊ムー、なんと創刊500号を記録したそうです。おお、7月9日には創刊500号記念ムーミン感謝祭を開催されたそうです。ムーが好きな人、ムーミン、そう、ムーの民としてムーミン。三上編集長、ムー編集部の皆さん、そしてムーミンの皆さん、創刊500号おめでとうございます。最後に三上編集長から最新の月刊ムーの情報をぜひいただけたらと思うんですが、8月号、ムー8月号は、まあ、ロシア、今ね戦争になってますけど、ロシアの聖書的な言い方で予言を特集しております。そちらの方もご覧になっていただければと思います。はい、それでは本日もインタビュー協力していただきました月刊ムー編集長の三上竹春さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。三上さん、引き続きムー楽しみにしております。お送りしたのは福山雅治でレッドバイブルーでした。福山雅治と総理ジャキッタの地底人ラジオ。さあ、このゾーンからは小原さん登場でございます、はい、サッカー小原さん、よろしくお願いします。また8ヶ月に及んだツアーの質問がたくさん届いておりますので、はいはい、紹介させていただきます、はい。東京都沙織さん30歳、渋谷のラジオで聞いてます。沙織さん、渋谷のラジオでお聞きのあなた、こんちてじん。こんちてじん、マシャ、ツアー完走お疲れ様でした。ありがとうございます。コロナウイルスが流行し、当たり前に感じていた日常は決して当たり前じゃなくなり、改めてライブに行けることのありがたみを感じ、マシャに会えて同じ空間でライブを堪能できることが、幸せでたまりませんでした。僕もです。中でも今回のツアーで初披露された新しい曲光、うん、この曲が初めて聴けてからずっと心に残っています、うん、曲のイントロからまさに希望の光を感じられるようなメロディーに感じました。
そこから飛曲が始まり、マシャの力強い歌声と歌詞にライブで聴くたびに涙を流さずにはいられませんでした。こんな大変な時代だからこそ誕生した光、この曲をいつどこでマシャは作り出してくれたのか、またどんな思いで作ってくれたのか、裏話が大変気になります。先の見えない暗い未来を打ち消してくれるような希望が持てる自分への応援歌にもなる光、素晴らしい楽曲を生み出してくれてありがとうございますというメッセージです。いやいや、ありがとうございます、はい、ね、医療関係に勤められてるということで ね、うん、でね、いろいろ思うところあったと思います。いくつかの意味が込められています、光という楽曲には、はい、まず最初はライブが始まる去年の11月より前に、とにかくアルバムアキラを持って回るんだけれども、うん、アキラ自体がもう発表されて2年くらい経っちゃってたから、うん、で、かつその、アルバムアキラに収録されている曲って割と先にもうライブでやってた。暗闇の中で飛べとか、うん、ポップスターとか、漂流せよとか、先にもうライブでやって、出た曲も多かったので、とにかく新曲がなきゃいかんと僕は自分自身で思っていたし思っているので、で、何歌いたいかと、別にこれタイアップないので、自分自身の自由なテーマでよくって、まあこれはやっぱり今の自分の心境、ライブに向かってライブでみんなに会える、会いに行くんだっていう、このことそのものを歌にしようと思いました。で、光っていうのは、まあ割と抗議ですよね。広い意味合いがありますよね。自分の希望の光であり、オーディエンスの一人一人、あなたこそが僕の光であり、で、僕自身ができることっていうのは、音楽であって、その僕自身ができることも、それは小さな光と、誰かを少しでも照らすことができるかもしれない小さな光と呼べるのではないかというような三つの意味合いでコンセプトを作り、で、楽曲を組み立て始めました。でですね、そうこうしてライブでやっているうちに、ジャパネットさんとのお仕事のお話も具現化、具体化してきて、ちょっと前から一緒に長崎を元気に盛り上げませんかっていうオファーをいただいてたんですよ、ジャパネットさんから。で、二代目社長の高田明人さんと、まあ僕がね、ちょっとそういう仕事のオファーがあったんで、最初はね、その話じゃなくて CM の話からだったんですけれども、うん、でも長崎を盛り上げたいんですっていうその思いがその CM の企画書の最後の方にあったんですね。僕そこ、まあ、CM のお話もちろんありがたい、当然ありがたいし嬉しいんですけれども、その長崎を盛り上げたいんです、元気にしたいんですっていうことが書いてあったんで、明人さんにお会いしたいなと思って、うん、お話させてもらってもいいですか、いろいろとっていうのを僕の方から逆オファーさせてもらって、で、お会いしていろいろお話聞いて、まあとてもその熱い思いを持ってらっしゃる、で、爽やかで気持ちのいい人で、だけどいろんなプレッシャーも感じながら、それと戦っていくっていう力強さを持っていて、で、繊細さも兼ね備えています。人間的に非常に、豊かな方で。あ、この人が長崎を元気にしたいって言って、このでかいプロジェクト背負ってやっていくんだったら、僕はぜひ、まあ、微力ですけどね。微力ですけど、無力じゃないという思いで、ぜひ応援したいな、なんか支えることができないかなということで、この地方創生の長崎スタジアムシティプロジェクトのお手伝いをさせていただくっていう流れになっていった。で、この光という楽曲をプレゼンさせてもらって、今、まだ未発表でライブだけでしかやってない楽曲なんですけど、この楽曲がスタジアムシティプロジェクトと長崎を元気に
していくんだっていう、思いと願いに、なんかすごくフィットしているような、していっているような気がしますっていうことで、提案させてもらって。そこからより、広い解釈にこの光っていう楽曲が広がっていったっていうのはありますね。少し前から長崎の変というプロジェクトをやらせていただいております。長崎県のお仕事です。その前段にあったのが長崎ブルーアイランズプロジェクトで、これは長崎のその、離島の認知向上というのが、テーマでした。長崎県というのは日本で一番島がある県なんですね。だけど、どんどんその島から人が出ていっちゃって、いなくなっちゃってると。で、どんどん人が減っていってるので、観光で来てほしいとか、仕事を作りに来てほしいとか、仕事で来てほしいとか、そういったことを含めてメッセージしてきました。その次のプロジェクトとして、今度はその長崎県全体として、長崎県を元気にしていこうということで、長崎の変というプロジェクトの、これまた僕はクリエイティブプロデューサーやらせていただいてるんですけれども、長崎県も人が減っていってるんですね。で、そんな中でまあ僕もね、力まだまだ全然足りてないですけど、それこそ本当に微力だけど無力はないんだという思いで、長崎の県のプロジェクトを少しでもとか、まあ、住んでる方はね、いやいや元気ですよっていう方もいらっしゃるんで、もう全員が全員元気じゃないって話じゃないんですけど、もっともっとその地域が活性化するようなお仕事ができないかなという思いでやっております。あとは、被爆樹木の保全保護もやって、長崎クスノキプロジェクトもね、やらせてもらっております。これはまあ、市の仕事ですけれどもね。で、そういった中で、僕なんかができないもっと大きな、プロジェクトがドーンとこう、秋人社長がね、やられるということで、これはもう、ぜひ応援したいなと、参加したいなと思って。はい。で、まあ、その、個性の時代だと思うんですね。はい、より、こう、評価するというか、受け入れるというか、認めるというか、どんどんそういった時代になってきてると思います。それはとてもいいことであり、と同時に、自分で何とかしなきゃいけないっていう、シビアさもそこには伴ってきますよね。だからこそ、頑張らなければいけないし、その一つ一つの光が、それぞれが持つ光が、何も、全員が同じ方向を向きましょうって言ってんじゃないですよ。それぞれの光、それぞれの可能性を持ち寄りましょうよ。っていうことで、それがなんか、長崎全体をより眩しい、輝ける街、長崎の未来が眩しくなる、そんな風にできないかな、そんな場所になったらいいな、このスタジアムシティが、っていう思いで参加しています。で、そこにこの光という楽曲がすごく、導かれるようにマッチしていったなという感じですね。じゃあちょっとね、話がね、僕が長いんでね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんで、一回ちょっと曲を挟んで、またそのクリエイティブ、ライブのね、お話を続けたいと思います。で、その光という楽曲が作られた経緯であるとか、はい、この光というキーワードがどんどんその僕だけのものじゃなくって、そのワードが受け取ってくれた一人一人の光になっていったっていう流れを改めてね、今説明させていただいてるんですけど、はい、その今お話を聞きながら、本当にいろんな色のライトバングの光があったじゃないですか、うん、あれがすごくこう頭の中で重なったんですけど、本当にみんな違う色の光で光っているっていう話がすごくなんか
あの、うん、印象に残ったんですけど、そのライトバングルとこの光っていう楽曲の組み合わせというか ロジックというか、それは最初からあったんですか、うん、いや、なんかそうつながっていったんですよね、うん、あのライブアイテムを考えていくときに、うん、まあ、今回とにかく特攻がダメだと、うん、まあ、埼玉ではやっと許可が出たんで、うん、あの金テープ銀テープの特攻をやりましたけど、はい、うん、飛ばし物とにかくダメだと、うん、コロナ対策のためにと、うん、ピックも絶対投げちゃダメだと、うん、はいはい、水ももう絶対撒いちゃダメだと、うんうん、さてそうどうしようかなと思って、うん、じゃあ光るもの身につけてもらおうか、要はその参加者になってもらうっていうことですよね、はいはいはい、声を出してはいけない代わりにどういう参加の仕方をしてもらうかってなった時に、うん、まあ光ってるものつけていただけたら、うん、あの僕はよくセンターステージに行く人なので、うん、センターステージに行った時に、うん、僕越しの、うん、対面のスタンド席とかアリーナとかがそれぞれ東西南北から見えるわけじゃないですか、うん、それによってすごく一体感と参加意識が生まれると、うん、だからまあライトバングルぜひ今回ライブアイテムとして作りましょうよっていうのがこの始まり、うん、で光だったんで、うん、まあなんでしょうね、うん、これがだから脚本主演監督っていうシンガーソングライターならではの現象で、うん、どっかで辻褄が合っていくんですよ、うん、最初からこう考えてたのかなっていうぐらいロジックができてたんで、そうなんですよ、うん、そう全然そうじゃないんだけど、うん、辻褄が合っていくんですよね、うん、それがすごいなっていう、結構シンガーソングライターの曲って、うん、よく見ると、うん、何歌詞だけ読むところで何か何言ってんだろうなみたいな場合があるんだけど、うん、でもメロディーとサウンドになって全体で言葉とメロディーとサウンドと歌全体で聞いたらなんかすごく腑に落ちるっていうのって結構あるんですよ、なんか辻褄が合ってくるのがやっぱり自作自演の一番の強みだし妙味ですよね、しかもこういろんな色が増えていくっていうのもなんか今の時代に合ってて、うん、一色じゃないんだっていうのが多様性ね、多様性っていうのがすごくよくできたロジックだなと思いながら、いやこれはだからね、シンガーソングライターである僕と脚本主演監督総合演出っていう人間だからこそそうやって辻褄が合っていくんですよ、でもちろんそこにはオーディエンスの参加とオーディエンスの関係性信頼性がなきゃいけないし、アーティストとのね、でそこには、スタッフさんやミュージシャンメンバーさんたちとの関係性や信頼関係がないとそうならないんだけれども、そうするとこういう企画書に書いたような見事なロジック、いやでも企画書では絶対そうならないよね、うん、これを企画書で、うん、光っていう曲があるんでライトバングルをつけてもらって、うん、はい、ツアーを重ねるごとに色を増やしていって、うんうん、それが一人一人の命であり、うん、個性でありっていうようなことも、うん、楽曲とともに、うん、そういった今の多様性のことを表現できるライブになると思いますみたいな企画書は、うん、多分出てこないし、そうですね、企画書で読んでも、うん、いやいやいやこんなそんなの無理だよとか、うん、ちょっとなんか強制的でそういうの良くなくないみたいな意見に多分なると思うのよ、うんうん、はいはいはい、やっぱあくまでこう自然にやっていて、かつこれ何度も言うけどライブっていうのはオーディエンスと一緒に作り上げてるもんだから、うん、あの僕らはオーディエンスの反応をつぶさに拾っていってこうなっていってるんですよ、うんうん、僕らがこうしたいからこうなんですよっていうふうに当てはめていってるわけじゃないんですよね、うんうん、あくまで想定したセットリストや想定した演出をまずやってみる、やってみて、あこういう反応だったね、こういうリアクションだったね、だったらここ変えていこうっつってやって拾ってっていうパフォーマンスしてリアクションを受けてって、その繰り返しで練り上げられていくものなので、だからそこがやっぱりライブの面白いところですよね、曲が育つっていうのがすごくこう見てて、だからこうやって有機的に結びついていくのはすげえって鳥肌が立ちましたけど、そうですね、だからいつかね、なんかそういうわかんないけどさ、なんかシェイクスピアみたいなことが、うん、例えば1年ぐらいかけて、うん、そういうライブをオーディエンスを作っていって、うん、
もう戯曲が完成したと、はい、でその戯曲はもう完成したパッケージなんで、2年に1回はその戯曲を、うん、1ヶ月公演でやるみたいな、うん、そういったオーディエンスと共に作られた戯曲が世界中で演奏されるようになるとかってなったら、それはすごいことだよね。そのためにはやっぱりテーマが必要で、うん、何かそのライオンキングやオペラ座の怪人やいろいろあるじゃないですか、世界にね誇る演劇っていうものが、まあ、演劇をやりたいって話じゃないんだけどね、そういうオーディエンスと一緒にあるテーマを持って作り上げていった一つのソフトが世界中で上演されていくようになるってなったら、それはすごいことだなと頭の片隅でずっと思ってますけどね、うん、こうやって生み出されていくんだ、育っていくんだっていうのがすごく、うんうん、一つ分かった象徴のような、そうですね、ただあくまでやっぱ発信ゼロから1にするのはやっぱり僕じゃなきゃそれはダメなんですよ、うん、それが僕の責任で、うん、僕がやらなきゃいけないことで、うん、そのゼロから1にしたその光っていうものを、うん、1から100、うん、1000、1万で、今回のツアーの総動員数が20万人弱ですけれども、うん、その20万っていうところに広げていくのは、これはスタッフさんやメンバーさんやマネジメントや、オーディエンス、うん、拡大拡散拡充していくのは、これは一緒にやる作業で、うん、ライトバングルも確かにオーディエンスの方がこうみんないくつもいくつも買ってくれたから、こうああいうことになってたんですもんね。そうですよ、もうすごい方なんて 片腕に肋骨ずつぐらいしてもなんか古代エジプトの壁画のような状態、もうクレオパトラみたいになってる方いらっしゃいましたからね、ありがとうございます本当にもう。でね、今回最後バンド演奏での締めくくる光というライブの締めくくりの曲っていうのが、道しるべ2022、まあ、紅白で歌わせていただいたんですけど、まあ、紅白さんサイドからのオファーで昨年末に、ぜひこの時代の白組の最後に道しるべという曲をお願いしますというオファーがあって、いやもうでも10年近く前の歌だからなと思って、大丈夫かなって、これもうみんな忘れちゃってんじゃないかなって、当然知らない人もいるだろうし、うん、大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、まあ、なんか普遍的なメッセージとエバーグリーン的な力があるんでしょうね、あの楽曲にはね、うん、初めて聞いたっていう人もそのツイッター等々紅白の後に見てたらね、はい、いい曲だったとか感動したとかっていう言葉もありましたし、そうですね、もともとはその僕の亡くなった祖母を思って、うん、みかんのおばあちゃんをね、うん、みかん畑ずっとやってたおばあちゃんを思って作った曲なんですけど、2009年発表ということで、うん、13年前に発表した曲なんですけど、いみじくもあきらというアルバムで描きたかった命の役割、つながれた命の役割、自分の命の役割とは何ぞやというものと、まあ、やっぱりその地続きになるんですよね、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、そのシンガーソングライターっていうの、うん、でさらに遡るとその埼玉スーパーアリーナの映像で表現していましたけど、デビュー当時から、まあ、表現力としての技術、ソングライティングの技術はもう全くなかったので、全然表現できてはいなかったけど、おそらく一貫して僕が歌いたかったのは、まあ、生と死であると、人、まあ、人間だけではないかな、命あるもの全ての生と死であると。でなぜそれを歌いたかったかっていうと、まあ、17歳の頃に父の闘病、がんの闘病と他界っていう、まあ、母ちゃんが一番辛かったんだけどね、うん、それを体験したことがやっぱり僕の自己救済すべき部分だったので、うん、それをソングライティングで、ずっと作業を30年間続けてきたわけですよ、うん、だからはっきりとは言ってないけど、しかも技術が足りないから表現はできていないけれども、ずっと地続きではあるんですよね。ただまあ今回一旦出し切ったと思うので、おそらくアキラというものとこの光というツアーでその部分は出し切ったと思うので、また違うアプローチをやんなきゃダメだな、
創作においてっていうふうに今は思っています。だから逆に言うと焦りやプレッシャーもありますよね。またこの53歳から新しいお題目を見つけて、そのテーマに向かって立ち向かっていかなければいけないっていうプレッシャーは感じていますね。聞く方は楽しみですね。そうするとそれじゃないのにっていうのが出てくるかもしれない。いやいやいや、そんなことない。いや、そこじゃなかったのにみたいなそんなことないと思うんですけど、はいはい、これからの30年が楽しみになりました。いや、ありがとうございます、はい、では聞いてください。道しるべ2022。ではエンディングです。さあ、お前と密会2022最前列オンラインチケットの実施開催でございます。福山雅治オフィシャルファンクラブ友の会です。ブロスを25年間継続してくださった方をお招きしてお送りするプレミアムトーク&ライブイベント、お前と密会2022。オフィシャルファンクラブ会員の方を対象に、場内に設置された定点カメラを通じてライブ本編の生中継をご覧いただける生中継最前列オンラインチケット、こちらツアーで好評だったんですね。好評につき今回も実施させていただきます。まあ、詳しいね日程はですね、それぞれページでご覧になっていただきたいんですが、まず7月の16、17、18という風にやっております。で、アーカイブでも視聴が可能ということになっております。それぞれ3日間16日分が19日まで、17日分が20日まで、18日分が21日まで。まあ、これちょっと喋りで聞いても分かりづらいと思うので、ウェブの方をご覧になってください。そして密会トーク&ライブのアイテム情報でございます。お前と密会2022、そしてブロス31ストプロダクト販売決定でございます。毎年ね、いろんな作ってるんですけども、密会のアイテム、プロダクトはですね、今年も様々なアイテムございます。もう、練りに練っております、ね。活動休止してる時のアイテムどうすんのかっていうのがあるわけです。なるほど。今までは、その、活動してた時の、例えば、ハローならハローっていうのを元に、あれをデザインするみたいな感じでやってたんだけど、活動休止してた時のアイテムどうすんだっていう。それアイテムがなかったわけですもんね、特にね。あったな、それが。お。表だった活動はしてなかったんだけど、世界中を旅して写真を撮って回るなんて、そういう優雅なことしてたもんですから。なるほど。その時の写真のこうベタ、ほら。フィルムをこう一回全体を見るためにフィルムをちっちゃくこう紙焼きするのあるじゃないですか。 あれベタっつうんですけども、我々の業界ではあれモロッコに行った時のやつがあったんで、それをちょっと T シャツにしてみました。結構素敵じゃないかな、素敵だと思うな。アーティストオンラインショップアースマートにて販売中です。そして、福山冬の大感謝祭その20、福山さる友の会ファンクラブブロス、そしてブロスプラス先行が7月13日まで実施中でございます。実に3年ぶりとなる、そして記念すべき20回目の大感謝祭は横浜ピアアリーナ MM 会場にて開催となります、うん。スケジュール等々時間等々は特設ページの方でご覧になってください。よろしくお願いします。さあ、地底人ラジオ、引き続きですね、君からのメッセージをお待ちしております。地底人ラジオを検索してメッセージをクリック、投稿フォームに行けますのでそこから送ってくださいね。ではでは、今夜はこのあたりで、ここまでのお相手は佐久間雅治で R でした。ではまた来週まで、バイバイク。